前の野党自民党とは違い、必要以上の抵抗をすることなく、いいことはいい、決めるべきことは決める、そういう国会運営をしていきたいと思う。ただ同時に権力多数を有し行使する立場にある与党に対しては謙虚で真摯な国会運営を求めていきたいと思います。東京オリンピックの開催が決まりました。喜ばしいことです。国を挙げてこれから7年、オリンピック・パラリンピック成功のために共に力を合わせていきたいと思います。この機会にスポーツ人口の裾野が広がる、私たち国民の健康増進が図られる、素晴らしいことじゃないですか。ぜひこの2020年東京オリンピック成功のために、パラリンピック成功のために、私たちも力を合わせていきたいと思います。同時に何でも東京、全てが東京、東京だけに力が集まる、人が集まるという状況ではなく、この滋賀県、京都、大阪、関西も負けずに発展していけるよう、これは滋賀県を中心に京都、大阪、東京に負けないように、社会資本整備やまた教育環境の整備、働く場所の誘致に尽力をしてまいりたいと思います。